あ、面白い。できる体制は整ってきてますね。今まではだいぶ軽さが分かってきた。やったー、ポイントください。だって今までほとんど20ゲーム以内の連チャンないから。1ゲーム連はめでたい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 、うん、すげえめでたい。やばい、マジ。おい、ちょっとで、ね、レギュラーならない。ちょっと待って、マジ怖いんですけど。いくよ、判別しちゃう一発で。押すじゃ、純粋に。イエーイ。やったー、嬉しい。やったー、カーニバル、カーニバル、フェスティバル、フェスティバル、デラックスですからね。うわ、ハルサーって一番テンション上がった。なんかもうみんなが踊ってるように見える。もうこの図柄とかもみんな踊ってるよ。今までパルサ毎回、待って、黄門様に負けたでしょ、でリングに負けたんで、今日アラジンと戦ってるんですよ。結構毎回ね、強敵と戦ってるんで。パルサ、そう、カエルの見せる時です。カエルが噛みついたら怖いんだぞっていうところをちょっと見せます。いや、なんやかんやで何も弾けないまま、また終わりましたね、これは完全に。はい、はい、イエイ、6ポイント、イエス。でもよく考えたら、ここ静香さん神様だから、バンバンポイント入ってられるんじゃないですかね。恐ろしいや。引き戻し頑張ります。あ、ダチョウ、ダチョウ、イエース、引き戻しやった、ありがとうございます。やりますね、本当に引き戻せるとは。楽しみ楽しみ、やばい、パルサ楽しい。パルサめっちゃ面白いです。そうですね、ここまで来て買えるっていうのもあれですけど、まあもしお店にパルサがなくなってたら、もうそれはどうしようかな。じゃあ本当そういう時どうします。もしそうですよね、頭下げるしかないですよね。本当だ、ポスターに書いてる、伝説のお化け番組はフィニート知らず。え、すごい。でも本当に伝説だと思う。ポスターに書いてることにも驚きだけど、すごい、うん、こんなに言ったら会いに来る人も正直めっちゃ多いじゃないですか、この番組。この番組収録の日、本当結構各地から会いに来てくれるんですよね。
でも愛されてますよね本当に。イエーイイエーイ。お化け、お化けだから、ね、でもお化け番組って正直ね言われてると思いますよ。だって自由だもん。ありがとう。これ似てるの？似てる？これ似てる？可愛いところは似てるといただきます。可愛いところは似てる。イエーイ、ありがとう。イエーイ、みんなのご協力のもとポイントいただきました。ここに飾っとこう。びっくりした。やばい、レンチャンポイントもゲット。びっくりした。倒したい。なにこれすごい。ボーナス、ボーナス倒したらもう一回あるかな。倒したい倒したい。やったなんだろう、なんだろう、なんだろう。あー、ボーナスか。いやー、いけたいけた、嬉しい、めっちゃ。はい、いやー、引けました、ボーナス、嬉しい。はい、6個、結構頑張った方じゃないですかね。あー、はい、10スタートで11 13 14 15 16 17。よっしゃー、17ゲームスタート、頑張ります。苦しい、もう本当にやめてください、こういう展開。本気でこれ絶対ダメ。うわぁ、もうやだ、 90% 嘘だよこれ、本当に。何なんですか。おお、イエーイ、箱使っちゃいます。387番だ、やばい、夢見た箱に入れれました。お、重みが、重みが100分の1。よし、カエルが今日可愛くてしょうがない。単純だから、もう今日愛おしくて愛おしくて、かわいいわ。カルベッツすっごい台数も少ないし限られてきますけど、カルベッツやっちゃおうかな。カエルの格好をして、緑の格好をしてやっちゃおうかな。私ちっちゃい頃のあだ名がね、カエルだったんですよ。そうそうそう、カエルの着ぐるみ着ようかな。
それで打っちゃいます私。カエルの着ぐるみ着てハルサウスって、これが広まれば私全国区ですからね。時ぽいからお化け番組、伝説のお化け番組から全国区に、本当に春沢が強い地域とかあんのかな、北海道とかカエルがいっぱいいる町とかにないかな。あ、当たった、どっちかな。お、カエル、カエル、かわいい。揃いました、カエル。カエルがかわいくてかわいくてしょうがないでございます。今日で私確信しましたよ。でもハルサーは戦える機種だっていうことが。この番組でも全然戦える機種だっていうことが分かった、やっと。今までちょっとハルサー舐めてた、ごめんなさい。でも結局ずっと100分の1ぐらいをキープしてますよね。2000回転回し100分の1キープしてるってだいぶ優秀ですよね。これはあるな、しかも前これでここの稼働台で負けたから、そう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 、一人だけ出てないっていうね、ハメに今日リベンジできたかも。いやー嬉しいな、千枚はあるでしょう。ジェラジェラちゃん、どうしようかな。じゃん、1645枚。いえ、本当お疲れ様でーす。乾杯。終わりました。終わりました。もう最高、もう最高です今日。最高ですね、うん、もうみんな食べてる。みんな食べてますよ、みんな。いただいてます、ありがとうございます。ありがとうございます。結果ですよね。はい、いやこんなにうまったの久しぶりだなってぐらい。じゃあどうぞ。結果398ポイントです。やりましたね、結構頑張りました。キイちゃん、しずかさんはやばいよ。え、え、え、なんと、はい、558プラスビクトリーポイントがきます。658ビクトリー、おかしいですよ。ビクトリー、おめでとうございます。素晴らしい、もう乾杯です。すごくない？倍以上負けてる。アイスクリームマフィンだから、モッツみたいに。まあ、あの XL の T シャツです。バックトゥーザフューチャーのなんかダサい T シャツを買いたくて買ってきたんですよ。いいじゃん、でもこれそんなに、これからの季節でもこれ着て時っぽい着てほしいですね、はい、うん、本当だ、そうしよう。みんなのサインこれに集めてもらおう。はい、帰ろっか。ミスだよそれ、もう完全に。なりたいのこれ。アイスもうちょい食べ終わるからさ。またね、またね。でも神様できるほら、そう、もしかしたら、お、ほんと神様いた。なんで神様パネルでしょ。いやめてよ、みんな作ったんだから一生懸命。で、画廊伝説行ったら2800枚出た。おぉ、やったー。本当に美しい。だから最近私も美しいって思うようにしてる。ぶっこんでもね、500とか乗ってたらもうやばいっすよ。え、
巻き込もうぜ。